こんにちは。でちょっとねテレビの前に移動してきたんですけど、ちょっと試そうと思って今電源つけてみたらちょっと困ったことというか予定外のことが起こって、まあちょっとどういうことかって説明しようと思うんですね。まあこの部屋アレクサいるんで「アレクサテレビつけて」でテレビつけてくれるんですよ。まあこれセット、こういう風にセットしたからつくんですけど、いやこれはいいんですよ、これいつも通りなんでいいんですけど、このリモコン見てもらったら分かるように、このリモコンはまだ FireTV 古いまんまなんですね。古いまんまで新しくさっき買ったやつに変えてないんですよ。まだ変えてないんですけど、なんかねここにFireTV で Alexa が使えるようになりましたってありますよね。なんか Alexa が使えるようになってるんです。あれでもね FireTV が Alexa に対応するようになりました。音声認識ボタンを押しながらリモコンに話しかけてみましょう。例えば15分早戻ししてという操作が可能です。他にもできることはたくさん。 FireTV の音声操作体験をお楽しみください。はい、って感じなんですけど、なんかねファームウェアのアップデートで今までの FireTV でも使えるっぽいんですよ。あれ困ったな。あれさっきね、あれそもそもさ新しいの買った理由ってこれができないから買ったはずだったんですけど、なんかちょっとショックなんですが、まあいいですか。はい。まあちょっと聞き取り直していきたいと思います。FireTV がAlexa と連動するようになったんで、いろんなことができるようになったわけですよ。まあこれほとんどね、今まで直接 Alexa に聞いてたことが、こっちを通してできるようになったってだけなんですけど、まあどちらかというと操作の方をやってみたいんで、操作の方を試してみようと思います。こんな感じなんだってイメージ掴んでもらったらいいかなって思うんですけど、やってみましょう。なんかこの音声ボタンを押しながら喋ると、聞けるらしいので。アレクサ、ネットフリックス起動して。ネットフリックスです。はい、なんかこんな感じらしいんです。こんな感じでネットフリックスが起動したと。ホームに戻る。アレクサ、Spotify 起動して。こちらが見つかりました。2つあるとこんな感じになるんですね。はい、Spotify 起動してみましょう。で、どんなのができるのかな。アレクサ、Spotify 再生始めて。Spotify で音楽を聴くには、まず Alexa アプリでプレミアムアカウントをリンクしてください。あ、なるほどね。設定してないんでできなかったと。はい。そしたら、せっかくだから、何行こうかな。プラフォーマーズ。アレクサ、日本のドラマ開いて。うまく答えられません。おい、ごめんなさい。おい。アレクサ、海外ドラマ開いて。こちらが見つかりました。海外ドラマじゃない。ちょっとねこういう時があるんですよ。なのでこれはおそらく単語が合ってないんですよね。こっちが話す単語が合ってないんで、アレクサに登録してある単語というか分かる単語で言ってあげないといけないので、例えばこれほらアメリカのテレビドラマってあるじゃないですか。これは反応するんですよ。アレクサ、アメリカのテレビドラマ開いて。ごめんなさい、ちょっと分かりません。っていう感じに、やっぱダメなものはダメ。何行こうかな。アレクサ、日本映画再生して。FireTV でその操作はできません。アレクサ、レンタル一覧開いて。ビデオの購入はできません。はい。アレクサ、ウォーキングデッド開いて。こちらが見つかりました。はい、あ、なるほどね。これねYouTube 規定引っかからなきゃいいんだけど、Alexa、30秒早送りして。Alexa、3分早送りして。あ、なるほどね。うん、日常なんだこれ。Alexa、ホームに戻って。まあ、ホームに戻るのは正直このホームボタンを押した方が早いですよね。だから操作の方かな。操作の方を音声でできるっていうのはちょっと魅力かもしれないですよね。でもな、一番やりたいのって、今テレビつけれるんですよ。設定をうまくやってあるんで、これまた別の動画で解説しようと思うんですけど、テレビがついたらすぐに Fire TV で、YouTube 例えば再生するとかそういうのやりたいんですけど、それをちょっと、もうちょっとの連携の方ね、今とりあえず、これ前の Fire TV ではできなかったんですよねって動画を撮ろうとしたのに、Fire TV つけたらできるようになってたんで、急遽予定が変更されたというか、なんだこれ、こんなんで動画になるのかなっていう状況になってるんですけど、まあこんな状況です。はい。ひとまず、今これ古い方の Fire TV なんで、せっかく買ったね、新しい方、こっちにね、まだあるんですよ。ほら、これ。新しいやつつけてなくて、とりあえずこれつけていきたいと思います。はい、じゃあ新しく Fire TV、もう入れ替え終わったんで、今からね、設定の方をちょっとやっていこうと思います。まあ、設定って言ってもね、一応流れだけね、ざっくりこう説明したいんですけど、ほとんどもう最初の初期設定っていうのは、終わった状態で出荷されてるんですね。だから、Amazon プライム会員なんですけど、もう個人情報入った状態で出荷されてるんで、ネットワークだけかな。うん。Searching for your remote。はい。ホームボタンを押したら、接続がオンになると。リモコンを検出中でしょ。まあ、こんなんね、ここら辺がね、すっごいやっぱりね、スムーズなんですよ。あれ、電池が逆でした。よいしょ、こうだ。ほい。はい、ホームボタンね。で、再生ボタンでスタート。ラングイッチでしょ。まあ、これはジャパニーズなんで日本語選んで、ネットワークをスキャン中で、まあ、ネットワークのこれだけ最初やっぱ設定しないといけないので設定します。はい、パスワード入れたらもう接続。まあ接続するだけで、あと何にもやることないです。本当に何にもやることないんで、すごい楽ですよね。はい、接続確立されました。で、一応アップデートの有無がチェックされて、最新ソフトウェアをダウンロード中。これ撮影しとったの？アップデート終了。こんな感じになるんや。どういうことや。Fire TV。またアップデートのもチェックやって。し放題じゃない？登録完了。そう。やっべ、恥ずかしい。本名で撮るし。本名で撮るし、どうした？もう最初から登録されてるから。あ、そうなん。今接続したばっかりで、最初から設定された状態で来るから。だから続行ね。で、Wi-Fi のパスワードを保存しますか？これははいね。はい。で、機能制限なし、当然ね。機能制限なし。で、音楽を最適なレベルまで引き上げて、はい、次。これかな？これか。音量が変わり、あ、すごい！音量変わった。あ、すごい！これはなかったね。これテレビの音量を、まとめてこっちで操作できる。ラックやな。これはなかったわ。ラックやわそれ。はい、OK。完了。セットアップ完了。完了。Fire TV スティック 4K のご利用ありがとうございます。アップデートいたしました。Fire TV スティック 4K では 4K ウルトラハイディフィニション、ハイダイナミックレンジ、ドルビービジョンに対応する映画やテレビ番組を再生できます。迫力ある映像で多彩なエンターテインメントの世界をお楽しみいただけます。Fire TV のホーム画面ではアプリ、チャンネル、おすすめのコンテンツなど飛ばそう。Alexa。で、映画やテレビ番組をはい、こんな感じで。すべてダウンロードできます。アプリを選択。Hulu でしょ。アベマでしょ、ファイアーボックスでしょ、テッドでしょ。見たことないけどね、今まで。テッド見たことないけど。あとは Spotify 入れといて、チューインインはいらねえや。こんなところかな。で、はい、続行。で、完了。ほら、来た。これで、さっき外した、Fire TV ね、これ、と、全く同じ。同じ。で、すごいよ。例えばね、Alexa、Amazon Music 起動して。Amazon Music です。ちょっとボリュームでかいね。あれ？あ、初めてやからダウンロードしんな。Amazon Music。でも終わったね。開く。開くというかこれここまでやってくれるはずね。もう一回行こうかな。はい、ホームに戻って、Alexa。Amazon Music 起動して。Amazon Music です。こんな感じ。これだと面白くないし、Alexa、Amazon Music 再生して。Amazon Music よりおすすめのプレイリスト、オールジャンルヒッツを再生します。こんな感じに。やばいよ、これ著作権に引っかかるから止めとかんと。で、いけるかな。アレクサ、ガンダム再生して。ガンダムを再生します。なるんや。ああ、でもこれはレンタルやから。ああ、お金がかかるな。そうそう、ここで止まったよね。という感じに、見放題やな、なんでも、音声で全部操作ができるようになって、でこれが感度いいよね。Firestick TV4K の方で初めてできるようになったのかと思って買ったら、残念なことに、今までのやつもアップデートされて対応してたっていう。アレクサにはもう両方とも対応。まあでも他の機能もね、アップデートされたからこんな感じでよしか。誰もレンタルしに行かんくなるね。何でも見れるな。アレクサ、テレビつけて。アレクサ、テレビ消して。